福永、村上。その結果、現地民発表。本当に福永って頼りになる男なんだよな。負け越してないし、完封阻止しただけで十分。明日につながる打点だったと思うよ。細川、石川、福永で点取れたから嬉しいよ。遅すぎる反撃だったけど、完封負けよりはるかに気分がいいよね。福永は雑音を一掃するよな。9回22点取ったら勝ててたよね。打線は何してるんやろな。福永が唯一のスクエア。少し意地を見せてくれたのが明日につながる。石丸、田島は帽子を外して出て行ってください。福永が最後に頑張ってくれた。それに比べて田島は何してんねん。他の野手も仕事してよ。あつし、いい加減にしろ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。